2月14日金曜日、今日はバレンタインデーです。まあ、バレンタインということで仕事途中ですが、奥様とグッドネイバーズでお茶したいと思います。ドリンクメニュー、やっぱりブレンドコーヒーで。フードメニューがいろいろ変わってますね。奥様はカフェオレ、コーヒーはいつもと同じで、モーニングと一緒ですね、2杯分。いただきます。香りが良くてうまい。ラスクをいただきます。うまい。じゃあコーヒー2杯目いただきます。先日のファームアップデートでシャッタースピードが固定できるようになったのは非常に動画機としては使いやすくなりました。ここのお店もオープンして早1年経つようで、1周年記念でコーヒーチケットが安くなっているので、6枚綴りが2セット12杯分で4000円、結構安いな。購入して帰ろう。チケットを2冊ゲットしてきました。で、6枚綴りが、2セットなので12杯分で、今、今日の分2杯使ったので残り10枚です。しばらくこれで通えそう。先日このライカ Q2 のファームアップデートがあって、動画撮影時の、細かい設定ができるようになりました。で、今までほぼオートでしか撮影できなかったこのライカ Q2 ですが、動画時の撮影も非常にね、いろいろ扱いやすくなって、昨日と今日とで、実際動画撮影してみました。使ってみた感想ですが、やっぱり自分のこう設定したいシャッタースピードだとか露出だとか F 値だとか、ISO 感度だとか、やっぱりこう自分が思った通りに設定できるっていうことになると、動画の撮影にやっぱり幅が広がってくるというか、非常にやっぱ扱いやすくなるので、これからますますね、このライカ Q2 使って撮影していこうっていう、気分にね、すごくなりました。ただ非常に扱いやすくなった反面、使いにくくなったっていうところもあるので、そのあたりの説明を少しねしたいなと思います。で、一番気になるのは動画撮影と、あと写真撮影、スチル撮影の切り替えですね。で、今まではここの十字ボタンのこの真ん中のボタンを押すと、動画撮影と、スチル写真との切り替えができてたんですが、これがね、使えなくなって、このボタン自体が通常時無効になりましたね。で、動画と写真のスチルの切り替えっていうのが、ここのメニューボタン、このメニューボタンを押すと、こういったね、UI、この UI 自体もね、前とも全然変わってるんですが、ここで、ここに動画、ここ静止画っていうような形で、ここで切り替えて、これで静止画。で、これで切り替え OK。で、今度動画にするときはまたこの、メニューボタンを押して、ここで動画の切り替え選択して、切り替えっていうのは、こういうね、操作方法になって、これが非常に瞬時に切り替えできないので、非常に扱いにくくなりました。どうにかこのあたりの切り替えの設定を簡単に素早くできないかなと思って、いろいろこう操作方法を考えてたんですけど、もう結局ね、こういう方法で落ち着きました。ここの FN ボタンを押すと、
いろいろ設定項目、まあ、任意設定できるようになってるんですが、ここにユーザープロファイルを割り当てすることで動画と写真との切り替えを、ね、スムーズにできるようにしてみました。で FN ボタンを押すとここに、ムービーって今出てますね。でその横にフォト、このね2つのプロファイルを作って、でここでね切り替えできるように、まあ、設定してみました。まずムービー、うん、でここのねマイクのこのレベル、これが出てたらね、これムービーになってる、動画撮影になってるっていうのを確認ができます。でもう一度 FN を押して、でここにフォト、うん、ここのマイクレベル消えて、今これ写真モードですね。こういった感じで、簡単にねここで切り替えできるように自分で設定してみました。まあ、設定方法なんですけど、このメニューボタンからこのユーザープロファイル、ここ設定して、で下のねこのプロファイル管理、ここを選択して、で、自分が、使いたい設定項目、作った後にここのプロファイル保存というところで、ここでね、全部で6つかな、6パターン登録できます。まあ、基本ムービーとフォトの2つ、まあ、今回作ってるんですけど、まあ、この2つ選択してやればもう簡単にどっちか選んで動画写真という形で選ぶことできるので、非常に、便利かと思います。でここのあたりの名前も自分で、つけることできるので、まあ、今回は動画の方はムービーで、写真の方はフォトっていう名前を選択してみました。例えばムービーを選択して動画選択して、でこのあと、シャッタースピードだとか、あと F 値だとか、まあ、そういった他の項目っていうのも、任意で途中で変更できますんで、このあたりはね非常に使い勝手良くなったと思います。で写真モードにしてフォトを選択して、で写真が特に、まあ、動画の時ってそんなにね、項目変更したりしないと思うんですけど、写真の場合はやっぱりねシャッタースピードを、結構ね触ったりだとか、あと F 値なんかもやっぱりね触ったり、露出なんかもやっぱ結構触ること多いんですけど、まあ、こういったダイヤルで自分でね任意設定できるので、まあ、こういった割り当てした後でも自分が使いやすいように撮影時に瞬時に切り替えできるので、まあ、これはこれでね使い勝手良くなったと思います。昨日讃岐地方は春一番がどうも吹いたようで、まあ、確かにね風が強かったので、まあ、それでもね例年よりはもうかなり早い時期だったので、そんな風に思わなかったんですけど、どうやら春一番だったようで、まあ、この風の強い中このライカ Q2 で、河川敷で動画撮影したんですけど、意外とねこの簡易的なマイク風防、このモフモフが役に立ってましたね。これ絶対ねつけてなかったらもう使えるような音じゃなかったと思うんですけど、まあ、これのねおかげで、 あとあの時設定で風切り音軽減の設定してなかったんですけど、もう十分ねこのマイク風防だけでウィンドウジャンマーでなんとか撮影できましたね。まあ、あれだけの風の中でこれだけ使えるんだったらもう通常時はもうまず問題なく使えるかと思います。まあ、動画撮影される方ぜひねこういったマイク風防を取り付けして、まあ、見た目ねあんまり良くはないんですけど、ただやっぱり動画撮影するときにはもう必ず必要だと思うので、まあ、よかったらね参考にしてください。というわけで本日の動画は以上となります。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。